情けねえな、まったく。どうしたってんだ。事かが起こるのは仕方ない。そもそも何十年も放っておいたんだ。当然の報いだろう。絶縁か、いいじゃないか、背負うものか。気がかりがなくなったんだ。俺は闇の連中から見れば光側の核のようなものだ。俺はずっと最強であり続けた。つまり俺が闇側に敗れるということは均衡が崩れるということになる。その時にどうしても邪魔になったのが身内、人質の価値がある存在。わかるわけないな。ことかから見れば俺は育児放棄をしたダメな親にしか見えねえからな。くそ。ふざけんな。俺はずっと気にしてた。自分にできる最大限のことはしてきたつもりだ。どうして理解されない？どうして比較する？会いたくても会えない？いや、そもそも会うたびにことはに似てくることかが。くそ。明日も試合があるのに飲みすぎだ。明日の相手もどうせ大したことねえだろ。さっさと終わらせて帰ろう。最悪の気分だ。そんなことを考えてたくせに結果が出せんかよ。自分が無様すぎて笑えてくるぜ。まあでも、最強で居続けるのも疲れた。どうでもいい。そう思えてしまうんだ。俺の感謝と無力化を視野に入れてか確実に距離とメトロロンドの段数をコントロールしてやがる。別に両方ともネタを完全に披露したわけでもねえのに。勘がいいのか？やっぱり夏が開かねえな。どこかで勝負に挑まねえと俺が疲労でドジするかもしれねえ。タイミングは必ず来る。確実にそこを捉えろ。お利口ちゃんかよ。どうせ頭の中で俺が想像できねえくらいに咲くねってんだろ。さっきの言葉、俺言うにして返すぜ。怖いか、傷だらけでまともに歩けもしない俺が。ほざけ、調子がいいと調子に乗っているとまた足元すくわれるぞ。ここだ、この瞬間に隙ができる。無加減無好転。消えた？まずい、爆風に紛れて姿を見失った。どこだ？泥臭いが仕方ない。俺が確実ならそうするしかないだろう。近く内にいなければニトロロンドは使えないみたいだな。無駄だ、体の自由はすでに捨ててる。チャンスは相手が俺にとどめを刺すとき、そこしかない。視界外から撃ち抜いてやるよ。天前。天前、まずい、蹴りをつけるつもりか、あの野郎。なら俺も賭けに入る。ニトロロンド。鬱陶しい、いい加減楽になれ。すなげ、あいつのところまで導火線を。以前と同じ手法が通じると思うなよ。天前で口ろ。もうここからは作戦もなしだ。気合と根性で最強にぶつける。作戦、計算、知るか。そんなもん、俺は常に気分で行き当たりばったりな人生を送ってきたんだ。今さら俺の生き様を変えてどうするよ。統合衆、感情論上等。どんな戦術だって作戦だって気合と情熱がなかったら意味ねえだろ。すごい、すごいぞ、新選手。福山選手の猛攻の中、直線に勢いに乗って突っ込んでいきます。すごい覚悟。でもそんな馬鹿正直に突っ込んだら、すごい威力が下がっているとはいえ、あの天前の中を突っ切るなんて。ああ、まるで無数の針地獄の中に猛スピードで突っ込んでいるようなものだ。無謀だ、愚行に近い。鬼のうちでも手に汗握るわ。鬼関係ないじゃん。あそこまでの特攻、すべてをかけてきたか。発攻。選手の攻撃を福山選手はかわす。周選手は地面に激突。これは勝負ありか。ということすら排除したとこ。バカかこいつ。さあ、俺の最後の花火を受けやがれ。最強。おかしい、こいつは確かに爆発した場所に微弱なオーラを残していた。まだ隠し種はあると踏んでいたか。まさか爆発感か、電池爆か、爆炎の陣。そ、俺としたことか。こいつは俺の最終奥義だ。火力はもちろん、爆発後の弾数は1000万発。時間もかかる上に、条件も厳しい。だが一度完成すればもう焼け野原。最強。勝負だ、小手先でどうにかなること、やわじゃねえぞ。お前のその最後まで諦めない根性、嫌いじゃねえよ。懐かしいな、俺も若い頃は感情で物事を判断していた。面白い。ならお前に敬意を払って俺もただ目の前の困難に無策で立ち向かってやるよ。そうだ、俺は世界最強だぞ。挑戦者の覚悟に対して無礼なことをした。受けて立つ。天満ジェックウェイ、大前。
が病んだ。勝ったのか。俺の勝ちだ、東郷。ち、最後の最後で調子を戻しやがったのか。感謝するぞ、東郷。お前の気合が俺の調子を戻すきっかけになった。俺がきっかけかよ。なんだそりゃ。今の地球防衛軍にはお前みたいな気合のあるバカが必要なのかもな。さすがは東野が弟子にしただけのことはある。お前の今までの行いは俺が責任を持ってやる。地球防衛軍に期待のだろう。副隊長も倒している。俺も自ら力量を測った。推薦してやるよ。マジかよ。あの月読み発行に認められたのか。俺、そりゃ悪くねえな。ふん。勝負あり。想像以上の大健闘だった。私は会場はすごく感動しています。2回戦第1試合勝者、月読み発行、そして東郷選手に目いっぱいの拍手をお願いします。文句なしの合格ね。バカだけどあれほどの度胸、想像できる人はいないわ。育て甲斐があるわね。もっと機能をつければきっと地球防衛軍の重要な存在になる。さすが月読みさんだ。最後は本来の動きに戻ってた。すごい人だ。吹っ切れたんだろうな。辛い時は目の前のことに夢中で楽しむのがいいからな。まあ、まあまあやん。あれくらいならうちでも楽勝やで。でも想定以上に月読みさんの技を見ることができた。これは対策もはかどるな。そうだな。次はハクト月下だ。二人の試合を見守ろうではないか。そうだね。こればかりは応援はできないけど、お互いベストを尽くしてほしいね。お前なりに罪に向き合う覚悟を決めたんだな。生まれて初めてお前を尊敬したぜ。なんか嬉しそうだね、カナメくん。ああ、友人が検討したんだ。誇らしい気持ちになるのは当然だろ。そうだね、彼、本当に変わったよね。あの時、冥界で助けてよかったよ、本当。あの野郎、なんだあのバカみたいな技は。いないと思ったら見に来てんじゃん。なんだ、わざわざ俺のところに来なくていいだろう。釣れないね、これでも先輩だぜ、気にかけてんだぜ。もう次は俺の方が上だけどな。痛いところをつくねー。何、嫌なものでも見たの？別に、俺は一人で偵察する。話しかけんな。見に行かないって言ったり、一人で見に来たりと、まあ、落ち着かない野郎だ。意地見せたな、シュー。白鵬も調子が悪かったとはいえ、多少は焦っただろうからな。一年の成果は発揮できたんじゃないか。次は白ちゃんと月下の試合か。二人の真の実力がどれほどのものか、見させてもらうぞ。この試合も見どころ満載。ハク選手は1回戦この私と戦い、勝利を収めました。私も過去にベスト8に入った強者ですが、そんな私に勝ったのです。間違いなく実力は本物です。ただその相手となる引き月下選手も素晴らしい選手です。1回戦前年度ベスト8に入ったリリアン選手に対して無傷の完全勝利を収めました。両者ともとてつもない実力者なのは間違いなし。これは見逃せない。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。